Advanced Car Culture。 皆さんこんにちは、ロエンの小塩です。本日は90ボクシーの、ロエンコンプリートカーをご紹介させていただきます。ロエンのボディキットが装着されているのと、ウエッツさんのクレンチシリーズのホイール、そして足回りには ACC さんのエアサス、エアランナーとスリーピーが装着されております。順番にご紹介させていただきます。まずフロント周りですね。もともとその90ボクシー、純正の状態でも迫力あるデザインに仕上がっているんですけども、そこをさらにインパクトを持たせてかっこよくするためにエアロパーツを開発で装着しております。まずフロントスポイラーですね。こちらは少しこう厚みを持たせて重厚感を持たせるとともに、エッジの効いたシャープなデザインを採用して、よりそのアーバンテイストな仕上がりになっております。そしてこの片側に4灯の LED スポットライトがついておりまして、標準色はホワイトになるんですけども、その他ブルーとシアン、これが新色のシアンですね、もお選びいただくことができます。そしてこの下のこのダクトの形状のところには細長いダクトがあるんですが、ここはその新色のシアンカラーの LED ライトバーもインストールされております。よくご質問いただくんですが、このメッキのパーツのところ、ここでこのメッキのところは純正の、パーツになります。そしてこのフロントグリルにも、メッシュのダクト形状を採用して、よりそのスポーティーで、かつラグジュアリー感も、残しつつ、というデザインにしてあります。そしてこの新色のこちらも LED ライナーですねを入れることによって、夕暮れ時からの存在感もがっつりとアピールすることができるボディキットになっております。今度サイドパネルは80ボクシーの時にはステップタイプのものを採用していたんですけども、今回90ボクシーの場合にはやっぱりその車のボリューム感にも合わせて30のアルベルでも採用していたサイドパネルタイプですねを採用しております。でこの縦幅の厚みを持たせることによって、フロントからリアに流れる、このボリューム感と、あと下方向の重厚感ですね、で、迫力と安定感を、持たせることに成功している重要なパーツの一つになります。こちらもすごく好評をいただいている、パーツの一つになります。もう一つは、これは分割式になってますので、80ボクシーの時にはステップタイプでずっとつながってたんですが、分割タイプになったことによって、ここがお子さんが踏んだりとかしないようにもなっているので、そのあたりもご安心して装着していただけるかなと思います。あとユニバーサルステップが、ある車、ない車にもどちらにも対応しておりますので、そのあたりもご安心いただければと思います。そして今度後ろですね。後ろは2パーツついておりまして、リアウィングとリアのハーフスポイラー装着されております。このリアのハーフスポイラーはディフューザー形状のデザインを持たせることによって、後ろから見た時のスポーティーさもかなり強調されるデザインになっておりまして、すごくかっこいいものになっております。そして上についているリアウィングですね、これ翼短板形状作っておりますけれども、分割式ではなくて、一体式のものになります。こちらもすごくスポーティー感が増して、迫力のあるデザインになりますので、そのフロントマスクにも負けない、リアビューの存在感をアピールすることができる重要なパーツの一つにはなっております。そして、普段の走行中にはこの新色のシアンの、ライトはですね、LED ライナーが、
光っているんですけども、こちらブレーキを踏んだ時には、赤く色が変わって、後続車に注意喚起を促すこともできますので、そのあたりにもすごくメリットはあるかなと思います。ちょっと一回ブレーキ踏んでいきます。こんな感じで、色も変わってくれますので、はい、すごく自然な形で、後続車に、アピールできるかなと思います。そして今度外回りで、ホイールですね、装着されているホイールはウエッツさんのクレンジシリーズの、今年の新作モデルのシュリットになります。サイズは20インチの 8J、 インセットが38になります。で、色はデザインクロームになっております。そしてナットは、これはロエンのスタンナットになります。色は、ミートブルーとブラック2種類ございます。そして足回りは ACC さんのエアランナー 3P システムが装着されておりまして、こちら、また後ほど詳しくご紹介をさせていただきます。それから、このインテリアですね、内装は、ロエンの、オリジナルシートカバーが装着されておりまして、ホワイトの合皮と、ブラックのスウェード調で、非常にこう高級感があって、手触りもいいものになっております。他のカラーもありますので、ぜひ、皆様、お問い合わせお待ちしております。後ろのラゲージスペースを見てみますと、アルパインさんのサブウーファーシステムが装着されておりまして、それからこのラゲッジの蓋を開けると、ここにACさんのエアサスのシステムがインストールされております。意外とラゲッジのスペースも半分ぐらい空きますので、荷物もまだまだ入る状態ですので、これでエアサスが入るというのはすごく魅力的かなと思います。そしたらちょっとエアサスを動かしてみましょうか。はい、で、なんといってもその 3P システムの魅力は、スマートフォンでも、アプリをインストールすれば、車の外から操作ができてしまうというそのお手軽さもありまして、その自分の車が動くところを外から自分でも見れるという、楽しさもありますね。で、今、ご覧いただいている高さは、前下げ、いわゆるその一番低い状態になりまして、3段階メモリー、高さのメモリーをすることができます。走行車高と一番上に上げた場合とか、一番下に下げた場合、あと、もしくはその走行車高と、お好みの高さ、他に、2つの設定をメモリーさせることができます。今から走行車高にします。はい、では次に、前上げにします。はい、このようにかなりスピーディーに一番上まで上がってくれますので、非常に使いやすい便利なエアサスかなと思います。そして今度、スマホの操作以外にも車の中に有線のリモコンが装着されています。こちらですね、ここに有線のタイプのリモコンもありますので、スマホでもこのリモコンでもどちらでも操作を行うことが可能になります。そしてこのリモコンがはまっているこのフレームですね、こちらの ACC さんのオリジナルの商品になりまして、各車種に設定されているもので、その純正の形状に合わせて自然な形でセットすることができますので、非常にこう見た目と使いやすさと両立がされていて、おすすめの一つになります。はい、以上、ちょっと簡単ではありましたけど、ロエンのボディキット、それからインテリアのシートカバー類とホイールなどご紹介をさせていただきました。こちらのボクシーのパーツに関しては、もちろんボディキットのエアロパーツだけでも
お求めいただくことができますし、車丸ごと1台分お任せいただくこともできますので、ご不明の点とか気になることがちょっとでもあれば、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。ありがとうございました。You're reflecting, I'm deflecting, burning tires to move on.